1月12日です、今嵐の前の静けさで多分24時間後には50ノットぐらいの風が吹くと思われます。嵐の前の静けさですね。で明日ちょうどケープホーン越えです。ケープホーンでね、最後の何秒嵐になると思います。気をつけて、走りたいと思います。さあサザンオーシャン最後のご褒美、このオレンジです。これね、レサーブルドロンヌから持ってきたオレンジです。すごいですよね。もう60日を超えてこうやって生きてます。DMG 森グローバルの最後のフレッシュフードなんで、これを食べて、元気で、ケープホーンを超えられればなと思います。頑張ります。